アイスティーラーズファンの皆様ボンジュー、ご視聴ありがとうございます。本日はこちらギヨンスに来ております。対するは三菱重工ダイナバーズ。リーグワン台風の目と言っていいでしょう。本当にどのチームにも勝つ力を持っているダイナバーズ。順位的には少し下ですが、油断せず確実に今日勝ってほしいと思います。今日勝てば4連勝、順位も4位にキープすることができます。欲を言えば勝ち点5取って勝ち点的に単独4位に立っておきたいところです。先週少し足を痛めていた孫新、今日普通に出場するみたいですね。よかったです。そして亡きも2試合ぶりに出場。やっぱりこのチームに亡きは絶対必要な存在だと思うんでね、すぐに復帰してくれてよかったなと思います。そして久々に中島大輝登場です。まあ、お化けも良かったですけど、でもやっぱり大輝日本最高クラスのスクラムハーフだと思うんで、日和佐中島コンビで今日も必ずスティーラーズを勝利に導いてくれると信じています。そしてもう一つ厄介なのはダイナボアーズ応援団、ホールリーダーの山口団長。この試合応援対決にもなると思うので、僕も負けずにバックスタンドから全力のゴーゴー神戸届けていきたいなと思っています。今日たくさん人が来るみたいで完全アウェイ、数は少ないかもしれませんが、バックスタンドに集まってくれたスティールメイツの皆さんとゴーゴー神戸選手のみんなに届けていきたいと思います。それでは今日も神戸からパワーを送ってくださっている皆さんの分も、僕がここギヨンスで全力で応援していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。じゃあ今日必ず勝って4連勝いきましょう。ゴーゴー神戸。テレビに出てた人ですか？ラグビーワンダホー。こちらどうも山口です。よろしくお願いします。ます、本日はお手柔らかにお願いします。あのちょっとすまない話ですけど、あのフランスのお土産です。なんでこれ？塩です。おい、敵に塩を送っていること。繰り返してやりますよ。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。シェイクでーす。ワイセン、アディ、スンシー、ヤマちゃん、今日もかっこいいよ。ジェラード・カイリー・テイヤティ前半終わりまして、スティーラーズ24点差でリードしております。このままいけば勝つとは思いますが、油断は禁物。ダイナバーズ後半息を吹き返してくると思うので、しっかりペナルティを減らして後半もどんどんトライ重ねていってほしいと思います。確かに点たくさん取れていますが、めちゃめちゃいいっていう感じもまだしていないので、後半前半の良くなかったところ、まあペナルティ多いかな、そこを修正していってさらにトライ、そしてボーナスポイント取って勝ってほしいと思います。後半も応援続けていきます。ゴーゴー神戸。ありがとうございました。この試合のプレイオフマッチはコベルコ神戸スティーラーズ、ガットランドか、ガッツダイキ、ナイスダイキ君、ナイストライ先生、ワイスナイス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 、ダイナボアーズ、ダイナボアーズ、ダイナボアーズ、ナイスゲーム、ありがとう。ダイボ君かわいすぎる。ということでスティーラーズ勝ちました。4連勝です。やりました。ボーナスポイントも取って単独4位になってます。もうね、今シーズン
あと全部勝つんじゃない、もうね負ける気がしないです。来週パナ関係ない、勝ちます。いやーやっぱりね強いわ今年の神戸。なんか確かにミスも多い、ペナルティも多い、良くない部分もいっぱいあるけど、なんかねもう負ける気しない。もう何がいいかってね、そのアーディとかレタリックみたいに派手な選手、スンシンとかガットランドとか山ちゃんとか、そういうね派手な選手だけじゃなくてね、縁の下の力持ち的な選手、タカラとかワイスとかジェラードカウリートゥイエティとか、いや本当にね、まあ、脇役って言ったらすごく失礼だけど、そういった選手がね本当に働きしててね、本当に今年の神戸いいわ。来週確かにワイルドナイツ強敵ですけど、今年の俺らならいける。ついにワイルドナイツに今年は土をつけるんじゃないでしょうか。ワイルドナイツに勝って、そしてプレーオフ優勝しちゃいましょう。いやー本当にもう優勝してまう、優勝してまう言ってますけど、優勝してまうで。これいやー4連勝っていつぶり、3年ぶりくらいですか。いやー本当ねもう最高っす。そして今日完全アウェイでしたけど、まあ数は少なかったですが、一緒にゴーゴー神戸コールをしてくださった皆さん本当にありがとうございました。ダイナボアーズの応援団やっぱすごかったですけど、決して僕たちの応援も負けてなかったなと、この応援で、まあ、選手たちの背中を少しは押せたんじゃないでしょうか。いや本当に僕の応援なんかね大したことないですけど、いやでもねみんなでやるゴーゴー神戸は本当に気持ちいい。来週からホーム3連戦、本物の団長のリードのもと、もっともっと熱いゴーゴー神戸コール選手たちに届けていきたいと思います。いや本当にもう本当に嬉しい。いやマジで優勝するぞ今年。セミファイナルの会場リーグワンさん早く決めてください。そして今日もこちら遠路はるばる神戸からスタッフの皆様も来てくれております。僕たちは本当にねファンなんで、勝っても負けてもまあどこか楽しいところはあるんですけど、人生かけて戦ってくださっている選手の皆さん、そしてスタッフの皆さんにも本当にね感謝の気持ちでいっぱいです。アウェーでもいつも楽しいチーム運営本当にありがとうございます。本当にスティーラーズに関わるみんながワンチームになれば絶対に日本一になれるので、残りの試合みんなで全力で応援していきましょう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。次回ワイルドナイツ戦でお会いしましょう。メルシーボクアビアント。